ジュニアの選手もすごく活躍していると思うんですけど、これから期待すること、何かありますか？そうですね、まずジュニアでいい結果を出して、それからステップアップしていってもらいたいなというふうに思います。今日のこの試合というのは、だいぶ貴重な経験になりますよね。メンタル面では非常に、こういうシチュエーションでやることはないので、非常に勉強になると思います。いい機会にしてほしいですね。ありがとうございます。オリンピックと世界選手権の両タイトルを獲得した名選手、そして現在拾っているのがピーター・ゲロ。現在はフランスチーム、ナショナルチームを率いています。さあ、ここは歴史マイナキーのスタートでしたが、ここで演奏でおっと、なるほど、ここも広くさあ、それではお話を伺いましょう。